あと極真に着きました。サイクルサイクル。テルテル坊主すげー。これはもう過酷じゃ。ネコ先生ここも咲いてありますね。今日はギギワンを使ってます。じゃあ夜ご飯食べていきましょう。今日はこの道の駅極真で買った極真牛、菊池さん、熊本県。今日は大変でしたもんね。できましたよ、多分。わー、うまそう。柔らかい。肉を食べんと、私たちは始まらんでしょう。よし、できました。うん、すごい。やばいけど、サクサクな感じ、歯ごたえ。うん、肉だ。いや、肉やで。めっちゃ肉。パパ食べてください。いただきます。どう？あ、確かにさっぱりしとるね。肉肉しくもなく、うん、うまいっぱい食べて。これ堀西でしようかな。もうこれは堀西や。優勝。ニンニクの匂いする。合いますね。また赤ちゃんって出たんや。このカメラに赤ちゃんを写しとるって出て。どこが赤ちゃんなんや。やっぱこの丸顔かな。赤ちゃんに見えるんだろうね。ありがとうカメラさん、そんな若返らしてくれて。赤ちゃんはそんなシミはないですよ。うるせえ、椅子壊れてるくせに。そうなんですよ、今日ね。ここのつなぎ？そうそう、壊れてね。そう。嘘でしょ。でもテント立てるのも大変で、やっと座れたと思ったらバキってね。そうそうそう。もう椅子ね、これしか今日持ってきてないけん、パパあんま動けんもんね。そう、俺何も動けませんここ。やっぱネジがないけん、こんな感じでね、ネジ買えば治るは治るかな。あそこのね、反対側。ナット？アイランダーさん、まだ使うからね。椅子はね、買いたくないもん。高いし。満足今で。なんかね、いい椅子があるらしいよ。何が？カーミット。もうやめてください。もうそんなん座って焚き火とかしきらんけん。そうだね、やっぱやばいもんねあれね。、うん、値段が、うん、いや、いいものはね、そりゃ欲しくはなるよ。なんかカスタムとかしたらカーミット、うん、やっぱ10万ぐらいとか平気でなったり。そう、頑張れ頑張れ頑張れ。のんきやのこの野郎。明日ホームセンター行きましょう。明日は帰り直しましょう、これ使わんとね、うん、よし。今日はこのかやのやのだしを使って鍋です。で、レシピさ、ネットで調べとったけど、ここ電波が入らんで見れないんで、私の適当で作ります。何鍋やったっけ。鶏のししり鍋って書いとったけど、うん、ししりがようわからんけん、うん、とりあえずもも肉か。鶏のシャモ鍋じゃなくて。あ、そうや、シャモ鍋やった。全然、シシリってなんか違うなと思ったよね。いいね、このなんか焚き火を見ながらの料理っていうのもね、うん、今日あったかいよね、ほんと。で、今んとこ雨も止んだしね。そう、一番設営の時がね、大変やったね。やっとなんかこうゆっくり。そう、もうなんかおしゃれなこと一応しようなんですけど、俺あんま椎茸は食べない。嘘、じゃあ私がこげん食べな。でも野菜は食べるとね。そうそう、明日多分胃がやばいよ。ほんとさ、静か。初めてじゃない、こんな泊まりの貸し切りはね。ただここね、スマホの電波が届かないっていうね。デジタルデトックスってやつや。で、具材切って、鶏肉と厚揚げとネギと豆腐、えのき、ごぼうのささがき、しいたけ。めっちゃ美味しそうやん。かやのやのだし。うわ、すごい。あー、なんか出汁でも匂いが違うね。焼きあごかつお、うるめいわし、まん昆布、あとは私のみりん、みりん適当。酒適当。薄口醤油適当。チョコ、あとは松のみ。シートゥーさんもこうちょっとでかいはでかいけどさ、お野菜が随分出すけん意外といけたもんね、この間。いけたね。自分たちでこう味付けする分には多分全然いいかなとは思う、うん、この蛇腹のとこがなんかね、破れたみたいな動画この間見たもんね。今のとこうちはそういうのないけどね。多分ね、使い方に癖があるんよね。あー、弱火中火までみたいな。このシリコン部分に当たって、うん、たりとか、あとこの鍋を移動させるときに火を消してから必ず移動させてくださいとか。この軽さはやっぱ気に入っとんね。いや、もうほんとコンパクトよね。
荷物が。今日あったかいけどね、17度ぐらいあるよ今の。今1月の中旬ですよ。かなりあったかいよね。17度とかだいたい3月とか4月の平均気温とかよくて、今日下がっても10度ぐらい。あとは雨が降らんかったらね。ね、撤収の時マジ雨やだな。できました、じゃーん。よし、仕上げに水菜をこれで食べれると思います。あ、おいしいよ。優しいね、やっぱね、こういう出汁が効いたのって。あったまるね、これも。うまい。あ、どうぞ。あー、うまいね。なんか本当の出汁って感じ。うん、ね、素材の味が楽しめる感じ。どう、うん、今までほらやっぱ揚げ入れてなかったけど、ハマりそうね。ハマりそう。なんか肉とはまた別にこれを入っとってもなんかいろいろ楽しめる感じになる。まあ、鶏ね、熊本県産。やっぱこの地産地消がいいね。あー、その行った時々。そうそう。うん、うまっ。あ、嘘。うまっ。食べちゃう？食べてない、まだ鶏。あ、柔らかい。そんでそこらの鶏肉と違うよ。揚げ食べてみよう。揚げ、うん、うまっ。揚げが一番美味しいかもしれん。あ、でもちょっと寒くなってきたかもしれん。まだね、焚き火がね、右半分が違うよね。足があったかいもん。焚き火で見ながらご飯食べれるっていいよね。なかなかあんま泊まりこれんけんね。もうなんかキャンプ始めてちょっと太ってない？いや、太った。うどん投入。うどんいくよ。うん、うんうん、合う合う。今日はもう二玉ぐらいで食べる。今日だってさ、食べた時間がギュギュギュって詰まったもんね。頑張ったよ今日、私。頑張ったっていうか、ママが一番疲れた原因は、うん、あのカンガルーから必死で逃げよったっていうところよ。でも後であの飼育員さんに聞いたよね。お客さんになんかね、被害を加えたりとかはもうほぼない、テレビの影響ですって。カンガルーがね、こうパンチしたりとかね。そうそうそう、餌が欲しいけん、ただこう寄ってきよるだけで、カンガルーイコール凶暴みたいなね。でも怖かったよね、あの寄ってき方。ちょっと待ってね。マジ一匹こう来ただけで怖いのにさ。必死やと来た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 。そしたらもう周りからみんなおーおーって来るやん。めっちゃ怖い。パパ盾にしよったもん。動物日和やったね、カンガルーに猫に、ね、猫の恩返しでね。どこに連れて行かれるかと思ったもん。人に慣れとったね、あの猫。なんか飼い猫じゃないらしいよ。あ、そうなん、聞いたと。 うん、なんか住み着いとるって。ここに住み着いとんな。そう、基本餌はあげてない、うん、私たちが食べよるご飯とかを食べよるんかな、うん、キャンプに来るお客さんが餌をあげたりして。あ、それで多分ここはいいと思っておるんやろね。あ、でもらえると思ってついてきよったんや。そう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 。だけど偉い人懐っこかったやん。懐っこかった、めっちゃ懐っこかった。懐っこかった言えてない。まあ基本的には餌をやるのは許可はしてはない。やっぱそうなんよね、苦手な人は苦手やしね。一応うちもやってはないもんね。パパは食べない？いいよいいよ、ママ食べる。育ちだっかりやけ。もう育っとる。おやつタイム、かんころ餅の紫芋バージョン、うん、紫食べたことある？ないない、初めて。デザートは食べんと寝れないでしょ。で、初めてさ、お風呂入らずに寝るね。やっぱ入らん人も結構おるんかな。シャワーあるけど、時間が間に合わんやったもんね、今日は。なんかもう見た目ガムみたいな。この間はね、忘れてできんかったけんね。さあ、あとはホタロ。よし、できたよ。すごいね、やっぱストーブ火力がある、うん、美味しそう。美味しそうと思ったら、これマルコゲンスタイル。ポリポリ。うん、焼き芋、うまっ。やっぱストーブとか焼いた方が美味しい。こっちが引くかもしれん。でも、うん、あ、美味しい。やっぱ素朴な味やね、うん、これ全然何個でもいけるね。綺麗やな。本当だ。そして霧がさ、すごいよね。なんかこんなに霧がすごい日初めて。洗い物行く時とかも全然道が見えんかったよね。あの街灯もないけん全然見えんでから怖かったね。ちょっと周りにね、うん、人がおらんのちょっと怖いね。なんか一組ぐらいやっぱね、おらんとね。このそして霧があるけんやろうけど、さらに怖いんかなと思って。昔昔あるところに仲のいいファンライフさんがおったとな。怖い。ある意味怖い。歯医者行けって言わないね。ちゃんと歯磨きしましょう。あともう一個ね、うん、チョコレートで買ったやつ、焼きドーナツショコラ、チョコレート味、あ、優しいです。ちっちゃい子供でも食べれそうな優しい味してる、う
鍋の後にも全然いけますか。うん、鍋の後はちょっと重いかもしれない。雨なのでダイソーでこのゾウさんのバランスゲーム買ってきたんで、パパやってみるかい？3歳以上、ちっちゃい子でもできるね。お、かわいいゾウさん。ゾウさんです。お、ゾウさん。これにどげんすると。これにこうやって棒を1個ずつ積んでいくんかな。浮き方を工夫して難易度を上げれば、ドキドキ感もアップ。棒を崩したら負け。じゃあ負けたら？なんかいいパパ。軽いやつがいいな。感謝を伝える。あ、感謝？勝てばいいね。いい？それで。いいよ。勝てばいけんね。いや、絶対勝つけ。あ、これパパ取りながらする。はい。余裕よ。あ、取りながらマジで？できるよ。ほい。はい。ちょっと危なくないもん。あ、ちょっと待って。怖いな。ちょっと揺れおるやない？これはサクッとした方が。イエーイ。なんかちょっといやらしい置き方しとんね。ちょっと待って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 。おお。え、待って、怖いな。セーフじゃない。まあ全部は落ちてないけんね。全部落ちたらダメ。自分のが乗せれんかったってことだろ。これの、じゃあそれも責任持って乗せる。いいと、うん、優しいやろ。優しいやろ。なにもう。何がやだな。ちょっと待って、残りもうあとこんだけよ。これ決着つくんかね。攻めたらいいんじゃないパパ。いやいやいや、あと4本、あと4本。いや、重ね技がいい。攻めるわけはいかん。重ね技のママさん。はい、ゾウさんが倒れました。大役。いや、罰ゲーム俺に対する。うん、なんか感謝とかでも何でもいいよ。うん、家族のために。うん、お仕事大変な中ちゃんと毎日行ってみんなを養ってくれてるとか。とか。とか。あ、他にもあると。なんで。なんで。このゾウさんのせいで。じゃあもうそろそろね、うん、遅くなったんで磨きして寝る準備しますか。それではまた明日。水がなくなったので買いに行こうと思います。朝ね。ああ、風が強いね。風が強いね。びしょびしょね。タープもテントも。で、霧が一気になくなったね。こんな感じの景色やった。景色ね。ここがだけ見晴らし落とされたね。寝れました。めっちゃ寝たね。めっちゃ静かやったもん。うん、ちょっと雨が夜降ったかな。あ、でも暖かかったけんね。下着一枚やったもんね。今日は南岸の中入らず、開けてこうパッてかけただけで、暖かくてもう起きれんでね。やっぱ冬はなかなか起きれませんね。で、今7時半ぐらいか。今からご飯して、朝の散歩散歩。パパごめん、フィルター忘れた。なくなったと思ったらやっぱ覚えとって書いてすぐ補充せんといかんね。残念。ごめん、海軍さんが1個あったから許してちょう。しょうがない。危ね。お、今日は大丈夫だ。大丈夫だった。慎重に慎重を重ねた。お、危ね。大事なコーヒーが。あ、やっとやっとってか寝とったけんね。寝る時間も考えんといけんね、ちゃんと。夏はさ、暑くて起きるやん。冬は本当いつまでまでも寝れる。あー、うまっ。この山を見ながら、どうですか。昨日は見れなかったこの景色。こんな夜怖いのが初めてだったね。何、うん、かあっても下山できんっていう。そう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 。朝はこの茅野屋の出汁でお蕎麦を食べたいと思います。冬はやっぱね、あったかい食べ物いいよね、朝から、ね、今日は胃に優しいキャンプデイ。今日全然食べてないもんね。なんか夜もでもそんなもうお腹いっぱいって感じではなかったかも。いかんいかん、こっから食べまくらんといかんよ。ママ挽回や。ちょっと味付けしていきます。薄口醤油で。わ、入れすぎかな。ちょこっとの塩でちょっと味見。もう出汁がやっぱ効いとんけいいね。これであともうちょっと待ってね。そば入れていきます。投入投入投入。はい、できました。いいね、この簡単な朝ごはんは。また空がね、晴れとるのに雨が降ってきたけんね。また出汁が大変やわ。帰って干すのがさ、
大変で、トッピングをかまぼこ、はい、ネギたっぷりね。ちょっとかまぼこ喧嘩が勃発しそう。そういうこと。3個と2個やったらきっと、まあ、いいよね、どっちでもいいよ。いただきます。いただきます。ママ食べて食べて。うん、めっちゃうまい。あ、我ながら天才。うん、うん、これハマる。朝そばハマる。いいじゃない。あ、朝そばマジハマりそう。あ、うまい。優しいね。あ、これお店の味やね。これそば屋さん、かやのやの出汁使いよっちゃない。いや、それぐらい美味しいね。で、このダイソーの器いいね。100円じゃないかな。300円やった、うん、夜食とかにもいいね。バーベキューの後の締めのそばみたいな。いいと思います。素晴らしい。朝ごはん再び。そばはさっぱりやったしね。あ、そうやね、うん、こっからがちゃんとした朝ごはんね。そう、これコッコファームの卵。ちょっと予定にではなかったけどね。だって生産農場から直接お届けって。ほら、わー、美味しそう。で、この卵で何をするかというと、じゃーん、卵屋が作ったこだわりの味。これ見たらもうやらずにはおられんよね。そう、分かったもんね。そうで、お米も持ってきてなかったけん、お米もね、買ってしまったよね。そこ売ってあったもんね。そうそう、くまモンのお米。パパ、できたか？うまく。じゃーん、はい、あ、上手じゃん。いい？私って。どうぞどうぞ。私がね、卵かけは黄身だけなんよね。黄身だけ派。わあ、美味しそう。濃いね、黄身が。よし、いくよ。じゃーん、おー、なんか濃いそう。濃いそうな、うん、匂いも濃いそう。いい、食べて。ほら、わあ、うわ、あ、本当だ、すげえ、ね、濃厚そう。うん、まうま。黄身が濃ゆい。ご飯もパパ上手に炊けてます。よいしょ。俺はもう全部派、多め派。ほら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 、ぐちょぐちょよ。これをジュルジュルってパパ行くもんね。俺だって品よく今回は食べるけん。うん、卵かけご飯は飲み物です。品はどこ行きましたか。今ね、うん、心の中にしまっとる。え、もう一瞬や、やめて、ちょっと待って、ちょっと。え、待って、ものの5秒で。ごちそうさまでした。今からデザート。親からもらったメロン。お父さん、いただきます。切れるかな、オピネルで。これは、あ、ほら、あ、おいしそう。おお、おいしそう。ゆっくりよ。すごいね。食べていい？食べて食べて。もうなんかもう甘い香りがこっちまで。うん、めっちゃ甘い。うん、どう？メロン溶けるね。美味しいよね。いや、ほぼ噛んでないよこれ。で、ラスト、このパパが大好き、いきなり団子。郷土料理よね。ばあちゃんがね、うん、家で作ってくれよったんよ。多分昔の人は家でずっと作れるんじゃないかな。うん、これがいきなり団子。芋とあんこ、うん、このバランスが最高なよね。美味しい。パパあれやね、もち団子、芋好きなのね。和菓子ね、結構好きね、うん。本日もご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。寝巻きですいませんって言いなさい。ギギ